今日はですね、なんか資格を持ってずに、まあ、解体って資格がいるのに届け出とか、解体やってる業者さんもたまにいると。一般論としてですね、どうしたらええかっていうのをちょっと教えていただきたいなと思うんですけれども、はい。はい、まあ、天災、まあ、地震、台風ですね。この時に、はい。もう仕事が溢れちゃうと、はい、よく言えば、はい、普通の解体屋さんはもうそれでもう埋まってしまってもう仕事が受け入れない、ね、受け入れないですね。だから基本的に、はい、まあ、本来やってないんだけど、はい、もう儲かるからやっちゃおうっていう。なるほどなるほど。やったことがない人間が解体をしちゃうっていう人がありますね、はいはい。でそれはなぜかというと、もう仕事今潰してほしいんだけど、みんなよそに断られちゃった。わあ、ありそう。そうそう、ありそう。みんなに断られる。はい。まあ、みんな困った。うわあ、ありそうやな、それ。困った。はいはい。これで、はい、仕方なしにっていうことですね。はい、ああ、なるほどね。仕方なしに頼んで受けてくれた業者は、はいはい、まあ、無資格の会社ですね。うんうん、なるほどね。うん。だからそれがどういうふうに、うん、確認できんのかっていった時ですね。見極め方ですけどね。で、はい、まあ、基本的にね、うん、解体の許可を取ってたり登録があるかっていう番号を調べる、はい、うん、これ大事ですね。なるほど。で基本的にこれがなかったらできないのでね、うん、はいはい、でまあ、仕方なしに無資格で、まあ、これは何でかっていうと、まあ、はい、さっきも言ったように、はい、から仕事が溢れて、はい、よそにもういっぱい困らない、仕事を振ったんやけどお願いしたんやけども、はい、断られて仕方なしに無資格の業者に当たっちゃったっていうのがありますね。解体よりも分別解体っていうのが、分別解体これ何でか言ったらもう、はい、ゴミみたいな感じ、解体をしたら、はい、いろんなものが出てきますので、はい、で案外ね、このね、分別解体っていうのが、うん、こう、タイルとかあったら、ね、うん、はいはいはい、分けなあかんねんけど、はい、で結局、この分別解体ができてなかったらね、はい、結局、ゴミのステッチングがすごくかかる。あー、たら分別ができてなかったら、根菜、はい、根菜って見なされるんですね。はい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 。根菜。そうね。ゴミ代が大方4割ぐらいですもんね。するでしょうね。はい、4割を超えていっちゃうと。だそれ自体はだから利益には、全く解体業者さんの利益になってずに、言うたら経費っていうか、費用ですね。これ基本的にきちんと分けないと、儲けないんですね。はいはいはい。だからまあ基本的にこう、もう、を言うたら潰す順番、はい、あとは潰してからの分けてほかすんですね。処分費が、はい、案外思ったよりかかっちゃったっていうで途中で投げ出しちゃうんですね。あ、だから契約した費用より、あ、そのもう全然処分がやっぱりね、交際にしたらもう赤字になると。そうそう、でとってもないところもあるんですよ。はい、ああ、今ゴミがものすごい言うたらはいはいはい、もうアップアップの状態なんで、交際、はい、やったら受け入れてくれない、受け入れてくれないから、うん、よりタコついて赤字になると、うん、そうそう、でもうやめちゃうって。あ、実際ありますね。ありました。うわ、途中で家ね、はい、こういう、こんぐらいかな、はい、こんぐらいでちょっと、ね、残って、はい、こう基礎が残って、はい、ちょっとこういう残ったような形で、はい、はい、解体屋の後の解体を実際したことあります。それはなんでって聞いたら、はい、やはりさっきと言った話で、あ、もう赤字になるから逃げたっていうことですね、じゃないかなと思うんですよ。はい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 、で基本的にその人たちは本来解体屋じゃないので、はい、あ、もう言うたらその場限り分からなかったですね、はいはいはい、根菜解体が、地元の建材屋さんでもいいですし、工務店でもいいですし、はい、知り合いのところの紹介っていうのは大事やと思いますね。なるほどなるほど、うん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 、インターネットでね、パッと寄って見積もりします、はい、そちらでも呼ばれます、はい、やはりそういうところで、はい、値引き合戦をしちゃうとどうしても勝てないんですね。勝てないですね。そういう業者さんは、うん、いや、そういう業者さんにはそういう業者さんでお願いしたらいいっていうふうにうちは思ってます。なるほど、うん、もうそれはもう決めるのがもう世襲さんなんで、はいはい、お客さんが決められることですから、はい、ただうちらもそんなことも言えないですからね。はいはいはい、はい、なるほど、わかりました、はい、ありがとうございました、はい。